はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この物語は、この動画はモーセコミュニティのお話となります。フィクションとしてお楽しみください。日本のお米の問題のこと、今日は見ていきたいと思います。外国人の方がね、すごくお米を買い占めてるということで、日本にお米がなくなるのではないかという、なんかそういう噂もあります。これから1年のお米の流れ、どうなっていくのか、はい、今日は見ていきたいと思います。もう少しです。はい、じゃあ日本のお米問題、さあ見ていきたいと思います。わあ、ネズミが出た。減少のカードです。これね、少しずつこう奪い取られるっていう意味があるんですよね。盗み取られる、気づかないうちに、あれ、なんかなくなってるとか、そういう意味があるので、うわ、ちょっと嫌なカードがね、象徴カードとして出ました。はい、そしてまあ12月、よいしょ。はい、これはキーです。6月無知、これ来年かな、どうなんだろう。はい、家、ライダー、コウノトリ、おっと、ヘビ、鳥、船、コウノトリ。なんかこう外国とかをね、表すカードがすごく多いですよね。棺桶、これ来年の4月、4月になくなっちゃうのかな。5月これ輸入するという意味でしょうか。女性のカードのリバースが出ました。おっと、棺桶、これ外国を表すところ、棺桶、棺桶が2枚も出ましたよ。わー、嫌な予感です。はい、そしてネズミ、男性のカードのリバース、手紙とキー、鞭とタワー、家と手紙、ライダーとリング、コウノトリとユリ、ヘビとワンちゃん、鳥と本、船と木、コウノトリと花束、棺桶と山、女性リバースのカードと雲、棺桶とまた出ました、ネズミ。はい、すごく不安なカードが出ています。これ来年枯渇しそうですね。今のところ7、9、年末ぐらいからなんかこう買えないとか、なんか値上がりがしてくるとか、在庫がないとか、そういう状況になってきそうなんですよね。そして1月、こうかなりもう量がなくなってくるかと思います。
そういう意味でこう外国からなんかこう輸入に頼るというか、うん、そういう感じになりそうなんですよね。で3月、まあ、ここは一旦いろいろ緊急処置そういうものがあって持ち直す可能性っていうのはあるんだけれども、4月全く手に入らない、うん、で5月、うん、またね外国から輸入、うん、そして6月少しこれ備蓄ができてくるとかなんかそういう風な流れなので、ああこれ思ったよりもこのお米の流れがかなり厳しくなりそうです。で今7月、7月が今鳥と本が出てるので、今っていろいろな噂まことしやかにささやかれていること、うん、なんかこう、知ってる人は知ってるっていう話なのかなって思うんですけれども、なんかこう今見えないところで、それこそお米が大量に購入されていたりとか、なんか秘密の出来事、そういうことで見えないところで動いているんだろうなっていうことがまず思うのがこれ。そして来月7月ね、いいよいいよ、ここね蛇、そしてここ女性のリバースが出てるんですけれども、なんか日本と仲のいい国もしくは日本にこう敵意を持ってる国、これでも蛇が出てるから敵意だよな、なんかこう日本に対していいことを言ってるんだけれども、なんか利用してる国っていうとやっぱり C 国でしょうか。なんか C 国がね今よりももっと露骨にこういわゆるお米の買い占めとかをしていくような気がします。そして9月、家と手紙のカードが出てるので、日本もそれぞれの家になんかこう少しずつ備蓄していきましょうみたいな、なんかそういうこうみんなの合言葉みたいなそういうものになってくるのかなと。そして10月、実際に日本国内だけでは足りない可能性があるから、なんか外国からの動き、そういうのもあるような気がします。こう国内だけではなく、他の国からの輸入っていうのが考えられる。そして11月、いよいよ不安な状況、特にこう女性いわゆる妻ね、お母さん奥さんいわゆるそういう、こう女性がどうなるんだろうみたいな形になって、で12月、これはねとりあえずラッキーなカードが出てるので、こう幸いにも少し変えましたとかそういう感じになるような気がする。でもね、この1月2月あごめんなさい1月、14っていうのはもうほぼゼロになっていくんじゃないかなと。なので外国からの動きがあったりとか、政府がいろいろこう調整したりとか、こう外国と、なんかこう取り決めとかそういうもので、若干出てくる。でも1と4はほぼほぼもうなくなる。でも5月ぐらいからなんとなく安心できていくのかなっていう感じがするので、1年をかけて特に来年かなり厳しくなるような気がします。特にこれね、大切なものが奪われていくっていうカードが出ているので、なんか日本人がのんびりしている間になんかねせっせとなんかね外国の人たちが買い占めをして本当にお米がなくなる時期っていうのが、
来そうな気がします。すごく値上がったりとか、あとはこれ、なんか高値で売られたりとか、そういう可能性もあるのかなと思うので、決して煽るわけではないんですけれども、でもどれぐらい分ぐらいかな、なんかこう買っといた方が安心なのかなというふうに今回のカードを見て思いました。とりあえず、このね、来年の6月ぐらいまではなんか欲しいなっていう。でもお米ってね、買いすぎると腐っちゃったり、腐りはしないけど古くなったりするからですね、そのあたりが難しいなと思いながら、はい、よかったら参考にしてみてください。